どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はエリアでも安心、試合を作る爆発屋の有効活用方法となります。トライストリンガーを使っていると一角のメインでの対応が求められますが、全てを一角で済ませるっていうのは難しい話ですよね。特に試合を構成していく上では、切るだけではなく味方の動きやすくしたり耐える部分というのが出てくると思います。そこで今回は一角ではなく爆発屋に注目して話をしていきたいと思います。試合を構成していく上では塗りの効率を上げる爆発屋は何かと便利ですからね。こちらの動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。爆発屋で試合を作るとしたら何ができるかというところですが、主に邪魔を重点的に考えたところになります。邪魔で試合を作るということはどういうことなのかと思いますが、このゲームは塗り状況で試合が大きく変わります。その塗りをするついでに邪魔しちゃおうというのが今回の爆発屋の活用になるわけです。インクの消費量は増えてしまいますが、使いようによってはクリアリングも兼ねて動けるというわけですね。一番使うこととしては弾幕を貼って通行止めをするという活用方法です。単純ですが結構大事なことです。どういうふうに通行止めするかということですが、侵入口に対して塞ぐように使うというのが一番わかりやすいと思います。マップで言うならチョウザメですね。チョウザメの両通路などは攻撃が来ている間は通りづらくなります。倒すというよりも邪魔を優先した時の使い方になりますね。続いてですが、二度塗りで足場を維持することにより足場を確保し試合を構成する方法です。まず弓に関してですが、対面での塗りは弱いと思ってます。でも爆発屋の場合はその場に1秒ほど設置して二度塗りができるという効果があります。これを活用すれば射程をコントロールしながら足場を塗りつつクリアリングをして場を管理できるようになります。もちろんインク問題はありますが活用はできますよね。最後にちょっとしたことですが、爆発屋だといつもよりもインクを大きく塗れます。これを活用すれば同じ攻撃回数でも広めに塗れますし、スペもちょっとだけ溜めやすくなります。試合を構成する上では少しでも効率を上げるのは大事ですからね。爆発屋といっても邪魔だけではなく試合を構成することも可能だというのが伝わればいいなと思います。試合を構成していく上で公営に必要なことはサポートをすることです。その上で爆発屋は一角と並んで使い勝手がいいと思います。もちろん一角より劣る部分は多いですが、要は使い方ということですね。まずサポートとして使うとしたら、味方に詰めてきている敵に打ち込むことです。できれば敵に対して一撃当てれるといいですね。もちろんこれは一角でも問題はないんですが、距離感が近い時のサポートの仕方と思ってもらえればいいかと思います。遠い場合はわざわざ爆発屋を使う必要ないですからね。また爆発屋は短いチャージ時間で連射ができます。連続で撃たれると相手も辛いので結構な圧になるんですよね。続いてはポジションに置き打ちして邪魔をするという方法です。これはすでにしている方も多いと思いますね。置いているだけで相手が顔を出しづらいので有効になります。時間稼ぎにはもってこいです。ただフルチャージの場合と半チャーの場合では距離の違いがありますので、まあ、今回話している距離の短い方の話ではちょっと短いというのが難点になってきますね。どちらとも敵に対して圧を与えるにはとてもいい役割かなと思います。ですが距離感がやっぱ短くなるというところがあるため、押し込んでる時ほど使える方法になるのかなっていうのがありますね。守りで使うっていうよりかやっぱ攻めようっていう感じがします。続いては試合を構成していく上でのルール関与についてです。今回はエリアと矛の2つで活用方法をまとめたいと思います。アサリやグラはちょっと特殊なので今回は紹介なしです。まずはエリアについてですが、エリアでの活用は単純に塗りでの貢献になると思います。
単純に爆発矢を打つだけでも貢献度はあると思っていますが、一番の活用は二度塗りによる塗りの厚さだと思います。さらに塗りだけでなく爆発矢によって相手のクリアリングと弾幕を張れます。例えばですが、草屋温泉のように壁を挟んだ場合、敵が隠れていたりするのでクリアリングも兼ねて攻撃ができます。これ結構便利なんですよね。塗り範囲も広いので一気に塗り返すことも可能です。またマテガイなどの小さいマップでも3発打ち込めば効率よく塗ることができます。射程のコントロールで塗れるんですよね。ちなみにこれは連射打ちだと届きません。連射だと横の塗りも狭いし相手の警戒も薄いので耐えられがちなんですが、爆発矢だと避ける可能性が高いんですよね。やっぱダメージが高いので相手からすると辛いというところです。まあ、移動もさせられるし、うまく味方と挟めればキルも取れるし、逃げた後に弾幕を張れば近づけないっていうこともできますので、まあ、かなり有効な手段っていう風になってきますね。まあ、いかに塗って押し付けるかっていう部分になってくると思います。続いてはホコですが、割り性能の差が出てきます。トライストリンガーの連射は割と性能は高めです。どれくらいかというと、連射打ちでは約 2.2 秒、爆発矢では 2.0 秒くらいです。まあちょっとした差ですね。なんですが、差がないように感じますが、連射打ちの時は矛に近い状態での活用になるため結構危険な状態が多いです。なんですが、爆発矢は中距離からの矛割り方法になります。安心感が違いますよね。相手との距離感などによって使い分けるすることで矛割りを優勢的にできるわけです。また、矛バリアを越えて相手の前に弾幕を張れるのも魅力的ですね。他の長射程武器ではできないことですからね。他の武器ならサブを使わないといけないので、メインで連射できるのはかなり使い勝手がいいと思います。このようにルールによって使い方次第で貢献ができます。エリアは相性が悪いですが、使い方次第でキープは可能です。ヤグラやアサリは試合の構成上ルール変えの前に相手を押さえつける必要があるので、このあたりは最初に話した応用になると思います。さて、爆発矢の使い方についていくつか話をしてきましたが、もちろんデメリットもあります。一つ目は射程が極端に短いという点です。当たり前の話ですが、トライストリンガーにとって射程を捨てるに等しいです。さらに爆発矢をちゃんと活かすには前に出る必要があるため、いつもよりも近い射程でしっかり対処できる必要があります。これは後ろで攻撃をする武器としてはリスクがありますよね。なので使うシーンが限られるというのにつながってきます。このあたりがなかなか使わない部分になるかなと思いますね。続いてはキルは取れないという点です。爆発矢は主に邪魔やクリアリングでの活用になります。まあ、もちろんサポートとかもありますね。なんですが、まあ、言い方を変えれば次元地雷のような役割になってきます。ダメージは全て当たらないと高くないですし、倒しきるっていうのはかなり難しいと思ってます。なのでこの攻撃で相手を倒しきるというのは非常に難しいので、味方が戦っているところに使うっていうのが特策です。まあ、こういった面から対面しているところを打ちましょうっていうところですね。で、対面中であれば相手が被弾している可能性があります。効率的に倒すには状況の把握も大事になってきます。このあたり広い視野が必要になってきますね。まあ、爆発矢を使い勝手がいい部分っていうのはかなりあるんですが、まあ、もちろんその分難易度もあると思います。やっぱ近いっていうだけで難易度上がりますからね。まあ、そういった点もあって使い方が難しいなぁと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。エリアでも安心、試合を作る爆発矢の有効活用方法はいかがでしたでしょうか。爆発矢はトライストリンガーならではの性能ですが、射程のこともあってなかなか扱いづらい部分かと思います。ですが、使うことによって効率を上げる部分でもありますので、知らないよりかはいいかと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。